あ、じゃあもう先にあれやっていいですか。次の配信メンバーに宿題出していいですか。次回の配信メンバーを発表します。次回は、あ、今コメントにもあったけど、名前出てたけど、次回の配信メンバーは矢久保美緒です。もうあれじゃないですか、矢久保ってことは一番宿題を宿題をこう出しやすい、4期生の中でも一番出しやすい矢久保美緒ちゃんなんですよ。ちょっとみんなで考えましょう、宿題を。矢久保美緒ちゃんへ何がいいと思いますか？そうなんですよ、同級生だからね、やっぱ出しやすいですね、そういうのも。なんだろうな、あと5分しかないよ。まあまあ、そう焦るでない、すぐに決まりますよ。前回めちゃめちゃ時間かかった気がするんですけど、まあ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 、あえてのクールとかありかもしれませんね。あー、いや、かっこいいやつ見たいなって思った、さっき意外とクールめのやつ見たいなって思いましたので、なんだろうね、あ、いいね、いいね、いいね、かっこよく、かわいい言葉を言う。かわいい言葉ってなんだろう。かわいい言葉募集します。かわいい言葉募集します。あと3分やばいな、これは。あ、卵ボール一気に来たね、一気に来た。卵ボールって確かにかわいい。卵ボールかな、一番多かったのを素直に選ぶので。よし、オッケー、書けました、書けました、書けましたよ。じゃあもうあんなに焦るでないって言ってたのに、もうすっごい時間かかっちゃったんで、もう終わりの時間になっちゃいました。というわけでですね、昨日のメンバーからの宿題をやりたいと思います。じゃん、昨日は架橋さかちゃんがですね配信をしてくださって、矢久保美緒ちゃんへかっこよく卵ボールハートって言ってください、さやかより。ということで、かっこよく卵ボールというらしいです。私はなんでこれにしたんですかね、さやか。ちょっと昨日の配信を見てないので過程を知らないんですけど、なんでだろうな。そう、あすかさんが昔乃木坂ってどこでおっしゃってたのは知ってるんですけど、なぜそれを私に振るのか。しかもかっこよく、私かっこいいキャラじゃないんですけどね、難しい。かっこいいって何。カッキーとかだったら多分すごい上手にできると思うんですけど、役場に言うかっていう。ですよね、そう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 。というわけで頑張りたいと思います。カッキーイメージでやりたい。やりたい。意外なやつをやってほしかったんですね。確かに意外、役場はこんなことしない。楽しみ、本当ですか。え、待って、でちょっと練習したい。練習ダメか、練習ダメだ、ダメだな、やろう。
いきますよ。卵ボール。かっこよくない？すごい、一人でこれやるのめちゃめちゃ恥ずかしいですよ。超みんなさん笑ってくださってる。ありがとうございます。いい？本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいっていうより面白いもんになっちゃった。かっこよかった。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい。すごく恥ずかしい。めっちゃいいね。本当ですか？本当ですか？本当ですか？青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 うーんやるしかねえ。